京王デア901.902系電車は、2015年にデア901系、デア902系、各一両が製造された京王電鉄の事業用電車である。区屋900系電車、地域290系貨車の形員に当たっていたデア600系の置換用として導入され、9000系をベースに営業用車両で実績のある機器が採用されている。 1977年に製造された6000系から2004年に改造されたでは600型は改造以来や900系電車、地域290系貨車の牽引用として使用されて、北が母体となった6000系が2011年に全廃され、交換部品の調達が困難となったこと、KO で唯一の直流電動機使用車両となり、故障のリスクが高くなってきたこと、 京王最後の普通構成車体で老朽化が進んでいることから、急線系王ベースとしたステンレス製車体、VVVF インバータ制御の新製車両で置き換えることとなった。デア901が新宿向き、デア902が京王八王子向きのカッター運転台式制御電動車で、全電動車の2両編成だが、1両単独で走行できるようすべての機器がそれぞれに搭載された。 降雪時に除雪作業を行うため、戦闘台車には排雪板が設けられている。車体は急線形をベースとしたステンレス製、全長20メートル、各側面に4箇所両開きの扉が設けられている。前面は旅客車両との識別と夜間の視認性向上のため黄色に塗装され、側面にはクヤ900型との一体感を出すため、帯状のラッピングが貼られている。 床下に搭載できなかったブレーキ制御装置、空気タンク、蓄電池などが車内に搭載された。中間電結面部分には各車両8名分の座席が設置されている。座席部分以外はすべて固定窓でカーテンが設置された。旅客車同様に三菱電機製 CU711D 冷房装置が屋根上に搭載されたが、 暖房装置は運転室にのみの設置とされた。運転室は9000系とほぼ同様の構造である。イベットを用いた VVVF インバータ制御が採用され、一つの主制御装置で電動車2両1ユニット4個の主電動機を制御するが、2個ずつ開放可能な二軍構成とされた日立製作所製、b フ f HR-2415 系が採用された。 主電動機は出力 170kW が採用されたが、先頭台車には排泄板が取り付けられたため、形式が TS-1017A に変更されている。東洋電気製造製 PT-7110 回シングルアームパンタグラフが各車両の KO8 用地型に搭載された。デア902のパンタグラフはへの追従性を考慮し、 反転して取り付けられている。PT-7110 パンタグラフ出力170、クバの東芝製、IMV153CO 製主権インバータ、マイフント出用量1067リットルの三菱、電気製スクロール式電動空気圧縮キング1100、Y-4 が各車両に搭載された。デア901と、 デア902の間に、検測用のクヤ900型を2両目に、地下駅への電気設備の輸送に使用される運搬車さヤ912型を3両目に挟んで、4両編成で運用される。降雪時に除雪列車として運転される予定となっている。京王デア901系電車に関するカテゴリー、京王デア902系電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。